正常に入って1ヶ月東京に来て,行って1ヶ月ぐらいでもう本当に予想してたことと全然違うことがたくさん起こってで今度は自分っぽいやり方でやると次は別の講師からあの若手芸人に必要なのは明るさと清潔感とあと分かりやすさだって言われたんですね。そのてててがお前にはないって言われまして おそらくそれは僕に何でしょうね僕が暗くて不潔で、えー、ややこしいっていうふうに言われたんだと思うんですけどそこでどうですかねあの心折れる人が結構多いと思うんですよで実際にその養成所では、まあ、数百人いたんですけどもう夏前で半分ぐらいやめていきました皆さんあの ね、面白い人もいっぱいいましたし、まあ、全員素人ですから一部のとんでもない才能を持ってる人以外は能力的にも大差はその段階ではないですし、えー、じゃあ残った人たちが僕を含めて残った人たちが何か精神的に強かったのかと言われると僕はそんなこともないんじゃないかなと思うんですね。じゃあ僕はなぜ えー、そこで辞めなかかっったのかって考えた時に辞めた人はもしかしたら自分に何か貸してたものが大きかったんじゃないかなっていう自分自分に対する期待が大きすぎたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。自分はこうでなななければならないとかおそらく学生の時にすごくみんなから愛されて、えー、日常的に周りの友達を 笑わせて人気者だった人たちからするとそういう人が集まってる中で自分がこう怒られたりなんかこう評価されないっていうことがすごくつらかったと思うんですねで僕ももちろん、まあ、そこは一緒なんですけど僕はなんていうんですかねあのそこまで自分にあの、まあ、もちろん期待はしてるし面白くなりたいとか世に出たいっていう気持ちはあったんですけど まあまあ現状、そうかもしれないなっていう、ちょっと受け入れる体制ができてたんですよね、能力に関係なく、なんかそういう心構えみたいなものがあると、あのいいのかなとで、僕自身は少なくともそうだったのかなっていうふうに、あのすごく思うんですね。